俺の名前はレオナルド、30歳。小銭を恵んでもらえませんか？シッシュ、汚い手をどけろ。ブラジル・サンパウロの路上で暮らすホームレスだ。いろいろと分けありの家庭で育ち、若くして家を飛び出したが、あら、減ったな。今日は公園で寝るか。学歴のなかった俺はまともな仕事に就けず、気づけばホームレスになっていた。それからもう何年もこうして道行く人に疎まれながら路上で生活している。いや、くっせえ。これでもくれ。おお。ただ静かに寝ているところに唾をかけられ蹴られることなんてしょっちゅうだ。もしかしたら俺は人間じゃないのかもしれない。さあ、食べ物を恵んでいただけませんか？自分もみんなと同じ言葉を話しているはずなのに、街行く人には俺の姿が見えていない。誰とも言葉を交わすことなく、ただ一人空腹と戦うだけの日々。俺はエイリアンなのだろうか。俺は孤独や怒りを紛らわすため、昔から好きだった絵をひたすら路上で描き続けた。しかしそんな俺にある日突然運命の出会いが訪れる。素敵な絵、もしよかったら売っていただけませんか？え？一人の美しい女性が俺に声をかけてくれたのだ。その時、俺は異国の地でようやく仲間を見つけたような安心感に包まれ、君には俺の姿が見えるのか？何言ってるの？もちろんよ。彼女は同志なのだと一瞬で確信した。俺たちは出会った瞬間恋に落ち、この絵の才能をもっと生かすべきよ。才能？彼女のおかげで俺は路上生活から抜け出し、タトゥーアーティストとして働き始めた。自分より10歳も年下の彼女に俺はどんな時も支えられ、セリーナ、結婚しよう。もちろん、イエスよ。34歳で俺は彼女と結婚し、新たな人生を歩み始めた。定職につき結婚もして、何もかもが順風満帆に思えたが、今の俺は本当に俺自身なのだろうか。自分が普通の人間を演じているような違和感は大きくなるばかりだった。今まで虐げられてきた俺が突然人として普通に接してもらえるようになり、お願いします。ああ、はい。他人に見える自分の姿と本当の自分とのギャップに心がついていかなかったのだ。そんな心の隙間を埋めるように俺はタトゥーを彫りまくった。まだ足りない、もっともっと。気づけば墨を入れる場所が見つけられないほど全身タトゥーだらけになっていた。結婚してからは妻も一緒にタトゥーを入れるようになり、私も同じような悩みを抱えて生きてきたんだ。俺たちは舌や眼球にも墨を入れ、全身の 80% 以上がタトゥーで黒く覆われた。そのうちタトゥーを入れるだけでは満足できないようになり、頭の中で思う自分と実際の自分の外見が一致しなくて辛いんだ。レオ、俺は整形手術で全身改造することを決意した。鼻を切断し、歯をすべて銀色にして、インプラントで牙を生やし、すごい、本当に俺なのか。へそを切除し、エイリアンのような手に見せるために両手の薬指を根元から切断した。気づけば俺は10年で全身を60箇所も整形し、頭に角を生やしたいんです。インプラントを入れることは可能ですが。妻も全身を改造し、悪魔のカップルとして俺たちは有名になっていた。そのうち俺はこの見た目からヒューマンサタンと呼ばれるようになり。え、何あれ、知らないの？ SNS で話題の悪魔人間だよ。街を歩けば誰もが俺を振り返るようになっていた。こうして自分の思い描いていた容姿に近づき始めた俺だったが、くそ、まだ耳の改造が終わってないのに。パンデミックのせいでここ数年は思うように手術が受けられなくなってしまった。改造が中断されたストレスに加え、数々の整形の後遺症で体調は常に最悪だが、鼻が乾燥して痛い。大丈夫？俺は耳の切除ができる日を心待ちに自粛生活をやり過ごした。でも耳の改造が延期になって良かったことも一つある。マスクの着用がない方は入店できません。耳の切除手術をしていたらマスクを耳にかけて着用することができなかっただろう。しかしそんな自粛生活もようやく終わりを迎え、今月よりマスクの着用義務を解除します。よし、俺にもう耳は必要ない。俺は規制緩和を祝って念願だった耳の切除手術を決行した。こうして思い通りの外見を手に入れた俺だったが、レオ、レオってば。え、あーごめん。それと引き換えに耳が聞こえづらくなり、音のする方向を聞き分けられなくなってしまった。それだけでなく、眼球に入れたタトゥーのせいで視力も著しく低下した。このままでは失明する恐れが。そうですか。それでも俺は整形したことを少しも後悔していない。世間からは批判されることが多いが、愛する妻が俺を理解してくれるだけで十分だ。他人にどう思われても関係ない。もともと俺はエイリアンだったんだから。俺はこれからも全身改造を続けていくつもりだ。